水艦バラオ級潜水艦の一隻。艦名はブリモドキにちなんで命名された。サメに寄り添うブリモドキパイロットフィッシュは1943年5月15日にメイン州キタリーのポーツマス海軍造船所で寄港した。8月30日にマーサ・ソレメッカ・シェウツ夫人によって命名、浸水し、12月16日に 艦長ロバート H クローズ少佐の指揮下収益する。ポーツマス近海での大やけみ、訓練、成長の後、パイロットフィッシュは1944年3月29日にニューロンドンを出港し、パナマ運河経由で太平洋に向かった。4月10日に太平洋艦隊と合流し、第20潜水艦隊、第202潜水艦隊に配属される。5月16日、 パイロットフィッシュは、最初の紹介で、ピンタド・シャークとウルフ・パックを構成し、マリアナ諸島方面に向かった。途中、戦団攻撃で魚雷を使い果たしたシャークに代わり、タニエがウルフ・パックに加わった。この後、6月19日のマリアナ沖海戦に敗れ、敗走する日本艦隊を迎撃するため台湾南方に移動した。しかしながら戦果は上げられなかった。 パイロットフィッシュは7月4日49日間の行動を終えてマジュロに帰投した。7月27日、パイロットフィッシュは2回目の紹介で小笠原諸島方面に向かった。この紹介では通常の紹介に加えて航空部隊の救助任務に当たった。9月1日未明、パイロットフィッシュは北緯30度26分、統計140度53分。 北緯30.433度統計140.883度、30.433140.883の鳥島近海で、機動部隊の接近を受けて、父島から八丈島に U ターンする輸送船団から、低速ゆえ脱落した稲丸を撃沈した。同じ日の9時頃には、同じ船団の芝園丸に対して、魚雷を発射したが命中しなかった。 9月9日にミッドウェイ島に寄港。9月14日、パイロットフィッシュは49日間の行動を終えて、新珠湾に帰島パイロットフィッシュの艦長がアランジーシュナーブルに変わった。10月14日、パイロットフィッシュは3回目の紹介で、小笠原諸島に向かった。10月31日、パイロットフィッシュは4000トン級貨物船に対して、来撃を行い、 損傷を与えたと判断された。11月2日以降は南西諸島海域に向かい、紹介を継続する。12月10日、パイロットフィッシュは57日間の行動を終えてミッドウェイ島に帰島した。1945年1月20日、パイロットフィッシュは4回目の紹介で、フィンバックラッシャーとウルフパックを構成し東、シナ海に向かった。 ウルフパックはサイパン島を経由して紹介を行ったが2月9日に発見した病院船高佐護丸と小型店以外の敵艦に接触することはなかった3月25日パイロットフィッシュは64日間の行動を終えて真珠湾に帰島した5月21日パイロットフィッシュは5回目の紹介で南鳥島近海に向かった 南鳥島沖で15日間の救助任務にあたり、その後、一旦、サイパン島のタナパグワンに引き返した。6月20日に、後半の救助任務に向かい、日本本土近海で待機した。7月14日、パイロットフィッシュは51日間の行動を終えて、グアムアプラ港に帰島した。8月9日、パイロットフィッシュは6回目の紹介で、日本近海に向かった。 本州南東の紹介海,海域で2日間を過ごし、8月15日に戦闘停止命令を受けたパイロットフィッシュは、紀伊水道沖で救助任務を継続し、中立パトロール任務に従事した。8月31日、パイロットフィッシュは、両艦と共に東京湾に入り、午後に全ての潜水艦は横須賀港で潜水母艦プロテウスの横に停泊した。 9月2日の降伏式典には、両艦と共に参加し、翌9月3日、パイロットフィッシュは帰国の音に着いた。9月12日、パイロットフィッシュは32日間の行動を終えて、真珠湾に帰島。その後、サンフランシスコに向かった。パイロットフィッシュは帰国後、1946年7月1日付の指令で、クロスロード作戦の標的艦を命じられる。 1946年7月25日のベーカー実験に供用されたパイロットフィッシュは1946年8月29日に退役し1947年2月25日に除籍されたその後扶養され1948年10月16日に標的艦としてエニュト特干渉大きで海没処分されたパイロットフィッシュは 第二次世界大戦の先行で5個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。